ベルファスト総督は北アイルランドのベルファストのカウンティバラにおける中総督、イギリスの君主の公式な名城。現在のベルファスト総督は2009年8月に任命されたデムメアリー・ピーターズである。この職位が最初に設けられたのは1900年であり、初代総督となったのは第6代ロンドンデリー公爵、チャールズ・ベイン・テンペスト・スチュワートであった。 この役職はほとんど名誉職的なものであるが、例えば地元に関わることで行行が行われる場合や、君主の名城として、賞などを授与する場合などに、わずかながら、君主の秘書室との連絡調整の職務も負っている。同様に名誉職とされる、州長官の一つである、ベルファスト州長官が、理論上は、裁判、法務に関する君主の名城であるのに対し、州総督は、 君主個人のなしろとされる。ありがとうございます。